もう声の茨城さんのコッキーです。よろしくお願いします。カサマと言ったら、クレヨンしんちゃん。なんでクレヨンしんちゃんじゃないの？カスカベかな。でも あっちカスあバカなのか。似てるな確かに。カスカベとカサマって似てる。カサマと言ったら、はい、カサマ稲荷神社。ああ、そんななんだ。うん、あるのよ。カサマ稲荷神社というわけだから、はい、このカサマ周辺は大稲荷さんが名物なんだって。あ、そうなの。うん、で今日はこちらに来ました。角国屋。角国屋今回ここで火影目指すわ。違うよ、里じゃないんだよ。ここ里じゃない。里じゃないわ。火影になりたいもん。なれないよ。アカデミーからやるわ。国なのここは。お色気の術から学ぶ。だし使ってるとか見たことない。あいつしか見たことない。なんだっけあいつ。というわけで、はい、じゃあここの、お稲荷さんが美味しいのかっていうのを調査してきてくれって DM 来てるから、はい、調査していきたいと思います。はい、それでは行っていきましょう。レッツ。来た。はい、どうぞ。うわ、うまそう。すごい。こっちがご飯で、こっちがおそば。はい。はい、というわけで早速いただきましょう。はい、はい、いただきます。あ、トロトロ、毒味しないと。あ、毒味ね。トロの食事に毒味はつきものだからね、はい。やってもらわないとね。ちょっとね、でもさ、ここの通り見た？すごくない？うん、綺麗だね。綺麗だよね。あの、神社の前の通りだからこうなんなってんの？あ、そうなんだ。神社も行ったことないから神社も行きたいよね。笠間稲荷神社ね、有名だもんね。三大稲荷とか言う。あ、そうなんだ。あ、だからお稲荷さんが有名なの。そうなんだ。あ、そういうこと。ちょ食いすぎだよ。なんでお前2個目食ってんだよ。毒味1個とかじゃないの。そばとご飯どこ入ってないかなって。どっちも。うん、これチーズトッピングするの。うまくねえだろ、なんでこれにチーズあるんだよ。合うわけねえだろ、チーズなんか。どっちがうまい？ご飯とおそば。俺ご飯好き。ほんと？うん。おそばって言えよ、そこは。そばの方が珍しいんだから。誰か裏で失敗した。これ変なこと言ってた。裏で誰かボコボコにされてる。じゃあ、いただきます。どうですか？そば出てきてる。うん、そばだ。そうだな。まず油揚げの味がすごいしっかりしてるから、あのそばにめっちゃ合うのよ。うん、で、あのご飯より軽く食べれるからすごいちょうどいいと思うこれ。なるほど、ね。何してる？俺の結婚相手の条件。なんて書いたの？やっぱ俺より身長低い人がいたら身長170センチ。は？59だろ。63だわ。それは盛りすぎ。ちゃんと測って 60.5 だったじゃん。 61.5 だったよあの時は。でも59だったよ。ちげえ、63だよ。なんで170がいいの？俺より身長低い人がいいから。63なのに70じゃお前より高いじゃん。59って言われたから本当の身長切ったんだよ。はい、というわけでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でこちらの角国屋のお稲荷さん、はい、茨城スタン公式の神飯ドアをお願いいたします。はい、任せてください。こちら角国屋のお稲荷さんの神飯ドアだーい、神飯でーす。だーって言うんだよ。ねえじゃねえわ。かぶりたいわ俺も。あのお稲荷さんに味染み込んでっから。かぶってんじゃん会話。やめろお前。